はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年4月の11日、夜の21時49分です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。さて、あれかな、ニコ生じゃなくて、YouTube の方回そう。あ、ありがとう、ルナ。ありがとう。もう5年もやってるんだよな。同じことやったの、生まれて初めてかもしれないな。一個のことを続けたのは初めてかも。なんかあります？皆さん5年間、続けたことって何かありますか？僕はこれが初めての経験ですね。5年何かをずっと毎日毎日本気で続けたっていうのは初めてだな。これ以外ないな。結構ね、5年、3年やったらまあ、なんて言うんだろうな。3年やったらまあ、一人前というか、まあやってるに入って。うん。あ、ありがとうございます、ラピスさん。どうぞどうぞ。花火ありがとう。どうぞ、もちろん。見るのはもう大歓迎ですから。全然 OK ですよ。花火ありがとう。こんばんは。今日ね、起きたの、何時ぐらいだったかな？夕方ぐらいに起きて、で、買い物行ってきて、まあ棚買ったりとか、まあ洗剤とか歯ブラシとか買ったりとか、まあまあいろんなもん買って。で、まあ今帰ってきたところですね。いろいろ食材というか、まあいろんなもん買って、で今帰ってきたところっすね。皆さん楽しんでいってください。あれ、現在接続できません。なんだこれ、なんだ、映像または音声が利用できない。なんだろう、なんか YouTube ライブがおかしいな。なんだ。ダメだな。もう一回やろう。なんか変だな。ライブを配信を停止できない。なんだこれ。なんか変だな。できた。これでいいのかな。
え、なになにこれ、なにこれ、なんかおかしいな。ああ、美穂子さんありがとう。うん、あ、暑いね、大変だよね。本当に暑い。みんなも気をつけてね。俺はさ、普段、まあ、ひきこもりだからさ、外に出ないからいいんだけど、ねえ、お仕事してる人とか大変でしょ。5年だぜ、5年。アホだよね。アホの極みだよ。5年やってんだよ。配線だらけだね。配線だらけ。あ、ありがとう。げんちゃん、ありがとう。はいはい、こんばんは。皆さん、楽しんでいってください。YouTube ライブとふわっちの同時配信になります。よろしくお願いします。これからはどんな活動をやっていこうかな。どんな活動にこう力を注いでいこうかな。今俺が33だから、28の頃。いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。はいは。28だから、まあ、結構その20代後半でこう人生に迷っている時から、もうどん底だったね。27、28。それの前ぐらいはすごく絶好調だったんだけど、あんまり良くなかったね。あ、これから、ありがとうございます。ありがとう。グッドボタンもぜひよろしくお願いします。これからね、なんかうまくいくといいなって思ってますね。昨日ね、なんだ、写真の撮影をしてきた。はい、たくみさん、お疲れっす。もう、たくみさん、もう、今日であれだよ、俺。5年やってるよ。5年前の今日から俺、配信始めたから。たくみさんとも出会ったから、もう3年ぐらいじゃん。長いよね、なんだかんだ。過去動画特集、全然やってもいいよ。全然やってもいいよ。過去の動画、古いのがね、もう残ってないんだよね。古いのがあんまり残ってない。ニコ生時代の残ってるか調べてもらおうか。まあ、一番古いのがこれかな？多分ね、デビューして、これが2013年だから、これ始めて4ヶ月くらいかな。これが4ヶ月くらいかな、始めて。
かなかミラクルフィットしないね。ありがとう、わたあめ。5周年おめでとう。ありがとう。ありがとう。これからもよろしくね。髪型こんな感じだったね。自宅警備員の T シャツ。これ気に入ってたんだけど、なくなっちゃったんだよね。なんか喧嘩トツで有名な人を論破しちゃったら、なんか喧嘩トツあいつ強えみたいな感じで有名になっちゃって、でなんか喧嘩トツとかバン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 俺のところに電話かけてくるのよ。でも昔の新聞見てどうなんだろうな。よう何にも、あ、昔の自分だなっていう感じがするね。ありがとう、いいね、ありがとう。昔の自分だなっていう感じ。でもニコのありがとう、匿名さん花火ありがとうございます。花火ありがとう。まあなんか部屋も、あの前住んでた部屋なんだよね。前住んでた部屋、まあコメント、これが2013年11月だから、5年前の配信4ヶ月で俺このペラだよ。配信4ヶ月でこのペラだったね。だからまあ才能あるんじゃないの、なんだかんだ。今考えてみても、まあ今ね、なんか喋ってるし、コメントも走ってるから、向いてるんじゃねえのかなとは思うよね。うん、まあ、古い方が配信の喋りのテンポは早かったかな。うん、多分これが YouTube に残ってる一番古い動画なんだよね。だから、過疎って言っても、2枠目にはもうリスナーさんいたかんね。なんでみやびさん逮捕されたの？本当に？なんかソースあったら URL 貼って。うん。どうなんだろうな、昔の自分見て。まあ今よりコメント走ってるからね。今よりコメント走ってるから、この頃の方が才能あったんじゃないの。まあやりたいことで言ったら今の方ができてるけど、うん、なんかまあ頑張ってるなっていう、頑張ってるなこいつって感じだね。まあおでこね、そんなにだからちょっと広がったかなぐらいで変わってないよね。ありがとう、花火ありがとう、花火ありがとうございます。うん、まあまさかね、まあ長く続けようとは思ってたけど、ほらみんな俺の性格知ってるじゃん、秋っぽい性格なの。だからまあまあ5年続けられたっていうのは本当にみんなのおかげだよね。秋っぽくて、でも人は大好きだから。あとどんなのがあるかな、どんな映像残ってんだろう、いろいろ見てみようか、いろいろ見ていきましょう。おめでとうございます、ありがとうございます。あ、やってるやってる、これがとんがりコーン、とんがりコーンってみんなが言ってるやつ。あれなんか YouTube の方が接続おかしいな、 YouTube の方止まるな、なんでだろう、なんでこんな YouTube 重たいんだろう。ふわっち1本でやりますか。なんかね、 YouTube の方がプツプツっていうかダメだね。ちょっと今日ごめん、 YouTube 切ります。うん、 YouTube 切りますね、ふわっち集合で。ちょっとなんかスマホがおかしいわ、熱持ってる、これやめた方がいいな。うん、はい、お前ブロックね。何なんだろう今日。アウトローのイメージってよく言われるんだけど、なんか昔から疑問だったのが、俺アウトローを名乗ったことないし、アウトロー嫌いなのよ俺自身が。いつからそんなイメージついたんだろう、なんでアウトローだと思ったの、なんで俺のことアウトローだと思う人が多かったんだろう。っていうかね、放送の悪いところって、なんつうんだろう、有名配信者とかこの人こういう人だよとか勝手に言うと、それをリスナーさんが、あ、そうなんだって勝手に
思っちゃうしってあるよね。いや、カテゴリーに入れられてたよ。だからアウトロー界隈に入れられてたんだけど、俺だから前科じゃない、詐欺をやってたっていう印象が強かったんじゃないの。まあ、いつも言ってるけど、俺は別に詐欺やったっていう感覚はあんまなかったんだけどね。そう、多分前科だと思うよ、イメージは。詐欺の、だから話してみると怖い人だと思ったってすげえ言われるもん。だけどさ、オタクがさ、ジブリとかエヴァンゲリオンとか映画とか語らないじゃん。なんか冷静に考えたらわかるだろうっていうのが俺の感覚なんだけど、なんかそこはなんか誤解持たれてるなっていうのはずっと思ってたね。なんか自分で違和感はあった。なんで俺アウトローなんだろうみたいな。全然アウトローなことやったことがないんだもん。うん、見てみると違うよね、全然。だから一番古い配信何してんの、お前にわかじゃん、知ってるって言っても。だから全然俺のこと知らないじゃん、うん、ありがとう。ケンタンメン、花火ありがとう。花火ありがとう。サンキューでーす。ナイスー。うん、なんか、なんだろう、初期メンバーなのかどうかわかんないかんね。だいたいね、質問するとわかるよ。あの、あ、この人本当に昔から見てんだなっていう人と、あ、この人にわかだなっていう人はすぐわかる。卵味噌古いって本人言ってるけど、なんか話しぶりからはなんか古そうな気はしないな。始めた時は、いや何も考えてなかったね。その辺も話していくよ、今から。お前ちょっと待って、ツイッターに告知だけ打つわ。ツイッターに告知だけ打たせて、ツイートはここの、このどの URL を拡散すればいいんだ。俺の放送どこだろう。止まってね。ありがとう、野間犬さん花火ありがとうございます。野間犬さん花火ありがとう。まあじゃあいろいろ語っていきますか。これか、このツイートをコピーしてツイッターで。バーやってたのは3年ぐらい前かな。3年前に終わらせたから、まあ初期の半年から1年半やってたかな。1年半で7店舗潰したかんね。まるで才能ないよね、うん、それある意味才能。あ、カリバさんとかね、懐かしいよね。カリバさんもふわっちやってたけどね。一番古い記憶は亀仙人どれくらい前なの？一番、あ、この頃の記憶あるなっていうのは。
ありがとうね、ジョージョクちゃん。ありがとう。Thank you。あー、ニャコありがとう。ハートありがとう。あれ ?URL あったあった。佐野さん見てて家に来た時、あれはいつぐらいだったかな。それはね、3年ぐらい前だね。ちゃんまんに突撃したのは3年前ぐらい。で、その後ぐらいからかな、釈迦を飼い始めたのは。あ、違う、釈迦飼ってたわ。釈迦飼ってた。その時は。釈迦飼ってましたね。みんなアイテムありがとうね。拡散、ツイッターしましたね。拡散よろしくお願いします。ツイート。ああ、リツイートありがとう。ちょうどあれなんじゃないの？坊主だったんじゃないかな、俺が。坊主だったでしょ。便所さんと初絡みが2年前か。懐かしいね。これか。これがちょうどその動画か。人相悪いっていうのはね、もう子供の頃だから、多分このことだと思うんだよね。ちょっと待ってね。サイコロ、サイコロでしょ、覚えてるよ。サイコロ、たまに連絡来てたけど、まあ絡んでなかったね。うん、これか、これでしょ。放送しながら来てんでしょ。だから自分の放送のためにやってんじゃん。ああ、結構古いね。うん、それも初期の初期だね。は、初絡みじゃん、大手さんと。この野郎、おい、これだよ。これだから胸筋さんだよ、胸筋さん。これ胸筋さん。はい、じゃあね、うん、バイバイ。胸筋さんってわかる？あの捨て頃とかでよく練習会来る。何度もピンポン鳴らすようだったらおまわりさん呼んじゃいます。うん、ああ、これはおまわりさんを呼ばなきゃなんないですね。じゃあ警察を今から電話しております。3万変わんねえな。3万、はい、懐かしいね。今警察に電話してるから。うなだよ、これ。うな、うな、ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。まさか5年もやるとはね。あ、もしもし。あ、もしもし。お、和也さんいらっしゃい。よろしくお願いします。早く窓もう一回鳴らせよ。逃げんじゃねえぞ、てめえよ。おい、懐かしいな。うん、お、今今日5年前の今日だね。2013年の4月の11日が俺の配信始めた日。今来るから下で待って。それが俺の配信始めた日だね。はい、うん、今下に来るから待ってて。そうそう、俺が突した KW レジデンスに突したやつね。これは、2015年の8月だから、もう2年経ってる。配信始めたから2年経ってるから、3年前の動画、これは。これは3年前の動画。パソコンぶっ壊されたやつね。あの、迷惑なんですけど。うん、いや、お前じゃなくて。これ迷惑配信じゃないから。喧嘩売りに来てんの、俺に。これはウナが悪いから。何にも言ってないんだけど。いや、だから何しに来たの？ああ、話すことはないんで。
ごめんね。ブルーツアンマン。じゃあそこで待ってて、今おまわりさん来るから。じゃあねうん。俺が言ってんじゃない。あの北朝鮮をに行きたいから和道と行きたいって言って誘われたの俺は。昨日だって店に勝手に来たんだよ。彼の話題だ。うるさいな。リモーラ。あ、なんかずれた。ちょっと待って。なんだこれ。もう入れちゃおうか。入れてぶっ飛ばしちゃおうか。あいつ。ドアがボロボロになったのはこのダイバートだよ。バールなんだよ。いや本当に申し訳ございません。いやお前ダメもう。今更。はい、はい、さよなら。いや本当に申し訳ありませんとかって謝ってたよ。あもう無理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 。何言ってんのかな。もう逆に精神病だよね。逆にってなんだよな。俺下行ってきましょうかじゃあ。うん？いや下行ったらぶっ飛ばしちゃうからダメだよ。狂金さん行ったら。なんだお前この野郎。狂金さん。だから俺は警察来ないんだから。どういうこと警察来ないんだから。お前警察呼んだっつったよな。警察いつ来るの。もう発見してたから発見してる。そう、警察いつ来るの。悪いんだけど会わないんで帰って。会わないんでじゃなくてなんかぐだぐだ言ってんじゃんお前。いやぐだぐだも何もねえ。顔変わったってよく言われんだよね。顔変わったかな。何言ってんの。顔変わった。よく言われんだよね。入ってきたよ。うん。和道くん、侵入に成功したみたいです。あ、そうなんだ。狂金さん、うなちゃんと、あれなんだ。繋がってないんだ。よく言われる、顔変わったって。住居不法侵入なんだ。あいつ分かってねえんだよな、俺が開けてないのに。入ってきちゃって。あ、これ完全にアウティーだわ。これ初めてなんだ。KW を突破したの。あのね、今マンションの住人が。あの、サベジバさんの2人目だった。時に、やっちゃったよ、これ。これもう完全にアウトだからね。うん。うん。ああ、これは捕まるわ。捕まんねえわ。捕まんねえわ。捕まるわけないじゃん。すり抜けやったよ。これはね、アウトなんですよ。うん。今、ウナが開けたの。入ってきちゃったんで。うん。バドかっけーって言われてる。懐かしいなぁ。砦は突破された。それはだってほら朝方ってほら出入りが結構あるからすり抜けは別にできるんだよ。うん。ただこれで入っちゃうとアウトだね。うん。これはさ、2015年の8月だから3年前だって。別の人が開けたの鍵で。これ3年前だね。俺が開けたか開けてないかはここって全部ビデオカメラで撮られてるから後でわかるから。わかった。どうなんだろうね。スポンサーいるのかな。いやいや開けてないのはわかるよ。3年だね。ロック解除の履歴とかも全部残ってるから。うんうん。3年だね。うん。勘違いも何もねえから。そんなの勝手に入ったんだ。懐かしいな。これだから配信2年目ぐらいだよ。配信2年目でも自分の放送のために玄関のピンポンは鳴らすんじゃないか。で、佐野が出てこねえって。やっぱ、そういうことをしないとダメなのよ。うん。鶴之進が敵を取ってくれた感じ。ほら、来たろ。ちょっと待ってね。競技さんに。部長だけ見てて。はい。よいしょ、これだけ戻すか。部長さんはこっち行ってね。パソコンぶん投げてやったよ。パソコンぶん投げたってよ。ああ、お前来ちゃうよ。で、あの蹴り飛ばしてたのドアを。パソコンぶん投げちゃったよ。
で、この後話変わるから。考察してんだもん。これ覚えてて。あのパソコンぶん投げたって言ってドヤ顔してるけど、コメント欄で器物破損、器物破損って言ったら発言変わるんだよ。パソコン今でもここにあるよ。このパソコンだよ。これこれ。ぶん投げられたパソコン。ぶっ壊れてんじゃん。USB のとこ割れてるでしょ、ここ。これ、あの、リスナーさんから初めて、あの、買ってもらったレッツノートで、中古なんだけど、バッテリーとか全部買ってくれて、で、買って1ヶ月でウナにぶっ壊された。このパソコンだよ。そう。いや、怖くない、怖くない。だから止まってるでしょ、映像。出てかなくていいよ。うん、え？で、ゲルゲに帰れって言われて帰るんだけど、ゲルゲはゲルゲで吹かすのよ。和道にぶん殴られて。お前は何で出てきてんだよ。うるさいんだよ、朝から。朝からうるせえんだろ。あやこすぎんだろ。ゲルゲ発狂してるよ。うるせえ、朝から。あれどうなっちゃったかな。ああ。いやいや。何があった？何にもないよ。ああ。何にもないよ。うん。放送止まったろ。へえ。そうなんだ。パソコンでも壊れたのかな？わかんねえけど。ああ。これ見てたんだ。じゃあ3年前のリスナー。マンションの中で暴れるとパクられるからね。うん。そりゃ、お前、住居不法侵入で人ん家の玄関まで来て、お前、ガチャガチャ言ったら、お前。うん。自分でパソコン落としたんじゃねえの？ね、うん、変わったでしょ。俺は知らないよ。うん。ぶん投げたんじゃねえのかよ。自分でパソコン持ってたら落としたんじゃないの？俺、玄関開けたらぶつかったから。うん。思いっきりぶん投げられたかんね。あ、それだけです。はい。頑張って放送やってください。ああ不法侵入だもん、うん、ねえゲルゲいい加減にしてよ。寝てねえよ、うん、クソガキ。うん、いいよ、もう部屋入っていってももういねえから、うん、ゲルゲ発狂。次に何か言ってきたらお前横やりだせよ。なんかパソコンがブタブタ言うてるけどあいつ今度来たら警察呼んでやるって。警察呼んでないっていう。部屋の扉どんだけガンガン蹴ってるか。うん、部屋の扉は傷になってるからな。だったらそっちで通報するよ。うん、まあ、クソルスちゃん、もうなんなんか仕事すんの。するよ。じゃあもう一回寝ろ。もう一回寝ろよ。いいよ、お前は今日遅めに来てもいいから。あ、そっか、まだ大正墓場で働いてたのか、ゲルゲが。配信なんで始めようと思ったか。あ、いや、だから、ありがとうございます。花火さん、こありがとう、匿名さん。ありがとうございます。なんで始めようと思った。まあ、俺、まあ、みんな知ってると思うけど、牢屋の中にいて、で、それまで会社やってたんだよ。で、もう、会社っていうか、その時は自営業か。だけど、まあ、もう、パクられて刑務所行くなと思ってたから、まあ、だいたい1年半ぐらい刑務所行くって弁護士さんに聞いてたから、ああ、まあ、まあ、それは中で反省しようと思って。で、出た後どうしようって、もう何もないから、財産も家も。何にも持ってないから、どうやってって2ヶ月半、牢屋の中でずっと考えてて、ああ、じゃあまあ、なんかこう、やりたいことやろうと思って、もう残された人生は会社とか無理だから、俺は。で、なんだろう。まあ、個人でどうやって食っていくかっていうことをずっと模索してて。で、まあ、YouTube かブログか、まあネットでの活動だったら金、初期戦がかかんないわけじゃん。で、それでまあなんかやったらフォロワーさんが食わせてくれるだろうって、もう初期の頃からネットビジネス関わってたから分かってたの。まあブロガーとかで食ってる人が多かったから、その時に。うん。だから刑務所には行かなかったんだよ。結局。要は執行猶予で終わったの。だから、まあ、YouTube はもう YouTuber っていう存在が始まる前から俺やってたから、
もう YouTube はやったことあるから、じゃあニコ生ってなんか聞いたことあるな、みたいな。それでやってみようと思った。だから、その自分のファンを作っていこうと思ったの。俺自身は。うん。思ってないんだよ、向こうも。鮫島の件があって、まあ、籠城の佐野って言われてるから、まさか開けるとは思ってなくて、開けたらビビってた。すっげえ固まってた。いや、ビビってんのお前だろ。ガチャバーンガチャあ、てめえこの野郎とか言って、すぐ逃げた。何しに来たんだよ、タコ。パソコン触って、ガッってに、すぐ逃げたよ。器物かそんなんかしてないよ。俺ドア開けたらあいつ持ってたパソコンがドアに当たって落っことしただけだもん。バカだから玄関の前でこうやってパソコン持ってカメラ構えてて、俺がガチャって開けたらバコンって当たってよ。嘘つきだよ、ね、最初ぶん投げてやったよっていうのどこ行ったんだよ。ぶん投げたんじゃねえかよ。俺のせいじゃねえよ。苦しいよな、言い訳が。あ、いや、もうこの頃から嘘つきだった。バーンって開けたんだよ。それだけです。はい。ドアには一切当たってない。自分で落としたんだもん。知らねえよ、あんなの。根っからの嘘つきだから。俺じゃないよ。っていう話だね。これが3年前ぐらい、ちょうど。これが3年前。あと、なんだろうね。昔の動画っていうと。まあ、一番有名なのこれじゃないの。これが、次の9月だから、これが2年前か。これが2年前だよ。これが2年前。あ、どうも。ご無沙汰。ごめんな、なんかちょっと俺、ワドに言い過ぎた部分があってさ、申し訳なかった。ほんとこちらも ごめんね。これが一番有名だ。ワドのことちょっと、そういう関係で知らずにさ、これ2年前だ。ちょっといろいろと叩いて近づくなとかロハコに行っちゃったけど、ほんとごめん。そこは真面目に謝る。ごめんね。失礼します。すいません。じゃあちょっと。演技すんなってもう言われてる。ちょっとごめんな、ワド。いや、警察沙汰になってないよ。自分の口から言って。コメント半端ないな。演技集大でこれ面白かったよね。じゃあ僕ちょこっと触りだけ言いますね。はい。もともとバイなんです。はい。バイで、ちょっと待って、何なんて言うの。で、もともとバイなんですけど、ゲーム入ってると言われるのが、とっても屈辱的だったんですね。なので僕は誰にも喋んないから、僕も実はそうなんだよって、僕はお父さんにそうやっていじくられてるので、昔。お父さんに昔いじくられてた。だから泣かないです。いや、俺は信じてる。俺は絶対こんなロハコはね、長いこと付き合ってるけど、こういう嘘は絶対つかないんだよ。俺はロハコのことを信じてる。で、今ワドの涙もこれ演技じゃないと思ってるけど。これが2年前、2016年だ。今流れティッシュ、ティッシュ。これ2年前。誰ティッシュ出した。あった。いや、これね。じゃあもう緑さんがずっとロバってるのよ。で、カメラ向けながら、もう最高に色張りすぎてて、もう、ゴロリさんがもう肩震わせてんの。笑いこらえるために。で、みどりさんとゴロリさんが悪い顔してんのよ。めちゃめちゃ悪い顔してて、もうその顔をチラって見たら、もう吹き出しそうになるわけじゃん。だけどもうここはこらえないと絶対ダメだと思って、泣き芸に走ってんの。だからもう俺もプル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 しちゃって、こいつとか思って、ってずっとやってた。流れわかんないんだもん。超もったいねえ。超遅い。どうしたの。いや、僕、昔、虐待されてて。ロハコさんがずっとそのこと相談してくれてた。で、僕も、父親から性的虐待を受けてたのを、ゴロリさんに言ったんですね。はい。で、面白いな。尖ってたね。輝いてるね。そうなったのって聞かれたとき、ズキッときて、どう答えればいい。嘘に嘘かぶせてくんだよ、どんどん。そうですと、この場で言ったっていう。ただ、ゴロリさんと横山さんが仲いいんで、
この際言っちゃおうかな。これちょっとゴロリ、俺も突然過ぎてちょっともうびっくりしてんだけど。いや、待って、自分は途中経過が全くわからないので、なんで二人が付き合ってることになってる展開になったの。僕はリスナーだった。はい。ね、まだ暗黒の知らないか。たまいて。ワドリスナー。はい。で、ワドさんだけじゃないけど、はい、リスナーだった。はい。で、野田リスナーでもあった。はい。で、その後に、トスしたんですよ。はいはいはい。で、トス歓迎だったんで、トスったら、放送切ってくれて、はい、なんて名前って言うからね、こっちのアカウント名、ロハコって言いますって言って、うん。うん、で、なんて言うかな、何回か付き合ってるうちに、お互い境遇が似てた。うん、あ、性的虐待。そうそう。で、似てたから、こう、お互い分かるところがある。ただ、傷の深さが違う。はい。和藤さんのがもっと深い、深くえぐられてる。でも、ロハコ先生、なんでこのタイミングで言っちゃったんですか、それ。このタイミングで言っちゃうっていうか、同じ境遇だっていうか。というか、付き合ってたことを、今言わなくても よかったです。和藤さんを手出してもらえます。横山さんは、ね、和藤さんが怪我する。横山さんに落ちることは絶対にないので、はい、この際、もうゲイだと言っちゃったら、もう、はい、ここで言っちゃえば、めんどくさくない。いや、あ、それはそうなんですけど、和藤さん守ってあげましょう、そこ。いや、和藤さん知られたくなったんですね。それは話し合ったの。あ、もう話し合って、横山さんにも言っちゃって。ああ、そうそうそう。で、放送上、どうせ、横山さんが載せるだろうし。ゴロリさんがいい味出すんだ。あとしちゃえば、あとは。で、これを見てた鮫島さんが発狂して乗り込んでくるの。それ本当なんですか？ 3日ぐらい寝れなかったんだよ。柏木のこと聞いた時も、いや、なんでだよっていうか、裏切られた気持ちになって、で、後から聞いたんですよ、僕。柏木の口から聞いて、なんでだよって。そんなんずるいじゃないですかってで、柏木に、柏木に、だって僕、柏木が困ってるから、柏木が困ってるから、ロハコさんお願いしますって言ったのに、ひどくねえかと思って、友達にも裏切られて、恋人にも裏切られるとかないじゃんって。ゴロリさんがプッて吹き出してる。それで、柏木許せなくて。尖ってるね。まあ、嫉妬は、たぶんね、これね、つらが何人か人見てるけど、嘘じゃねえわ。ガチだな、これ。ロハコは俺に嘘つか、絶対つかないの。そう。本当に嘘つかないの。すべて正直に話してくれるんだ。だから、俺は、信じてるし、こんなことでロハコが嘘つって俺と信頼を裏切るようなことしないからさ。そう。絶対裏切らないの。で、困ったことあれば横山さんに相談するし、そう。もしできないときは、ゴロリさんのスカイプが空いてれば、ゴロリさんのスカイプ。まだ2年か。野田さんに相談するのはちょっと怖くて。これ2年前だったかな。だから、これ2年前の暗黒のときを、柏木いたらもう許せなくなると思って、一緒に行こうってロハコさんに言われたんですけど、ごめん、行けないよ。それで怒ってたな。なんで暗黒許せねえとかツイッターに書いたのあれ。いや、それで、なんかロハコさんが悪いみたいになってて、許せなくて、みどりさんのことすいません、ごめんなさい。でも、二人は本当に愛し合ってるんですよ。はい。愛し合ってるっていうか、恋人？恋人なんだ。まだ、そうだね。普通の男女だというと、まだ付き合って1年ぐらいって感じ。リスナーから、なんか、キスしようって。証明として、キスしてた。ここ、ここ俺、歯だからね。ここ俺の心境ね。こいつ、は？と思って。は？と思って。無茶ぶり来たと思ったもん。まだ、そうだね。ゴロリさんが吹き出すんだよね、なんか。男女だと言うと、まだ付き合って1年ぐらいって感じ。リスナーから、
なんか、キスしようって。キスしようなんか書いてないじゃん。全然書いてないの。全然キスしようなんて書いてないんだよ。うん、いや、面白いぞ。キスしてた。だってこれ、俺が一番有名になったやつだもん。和道がさ、俺、はい、ごめん、できなかったらできないんだけど、キスできる普段通りでいいですか普段通りでいい。ちょっと、ちょっと。うわはコメント消すのがセンスだよね、ここでね。みどりさんがコメント消すのがすごくない？普段通りでいいですか？もう、もらったって思ったら。普段通りでいいですか？いいよ。普段通りでいい。ちょっと、ちょっと。下入れてきた感ね。うん。いや、俺は、ゴロリさんが今、嘘、嘘でしょって、本気で弾いてるの。ネタじゃできないから。ネタじゃできない。ちょっと待ったっすね。ネタでは、俺今のキスは。ただ横山さんがいるから、横山さんがえって言ったら別に、いや僕は、躊躇する。いや、俺は今の普通、躊躇なしや。躊躇なかった。躊躇なしでしょ。だから俺はこれでもう信じてるんだって。だってもともとできてるんだけど、うん、横山さんに一生懸命和道さんを勧めても。分かってる。俺ごめん、ワドのこと勘違いした。ごめん、本当にごめん。だから、そう、だって、うん、最初は力也さんのこと好きだったから、うん、だから、僕一緒にコラボした時とか、うん、力也さんとも中したし。うん、あでも力也さんダメだって言うんですよ。LINE 返してくれなくて、力也さんに振られてたのもあって、好きだったのに。そうか。はい。で、今、ロハコと。でも、急に浮気したことバレて。浮気がバレたんだ。はい。なんで浮気したんだよ、柏木で。こんな思ってる男いないよ。藤子って言って、藤子と飲んだ。これは、峯岸藤子ちゃんと俺仲良かったの、この頃。歌舞伎町で、バーやってる配信者の峯岸藤子ちゃんと仲良かったの、この頃。僕が責めた。腹いって。じゃあ、和道にも原因あるじゃん、藤子と。いや、藤子と本当に何にもなくて。うん。なのに信じてくれなくて。じゃあ、巨乳に近づいたってこと自体が。もう嫌だった。なんていうの、F10 の強烈なおばちゃんがいるんですよね。おばちゃんっていうかね、巨乳のね。面白いな。2年前の、2年前のネタこすっても面白いってすごいね。まあまあこういうことがあって、さっきのキスが一番有名なシーンなんだけど、これで帰ったの、この日は。でこの日のもうロハコさんと話して、でこの日鮫島さんと、ぶしきれて鮫島さんと初めて会うので、鮫島さんとどうなったのか行こうか。じゃあ鮫島さんとはこの日どうなった、可愛い行こうぜって残ってねえのかな、可愛い行こうぜ残ってないのかな。でこの日名言が飛び出すんだよ、可愛い鮫島さんに拉致をされるんだよ俺が。どこだろう、残ってないのかな、残ってないの動画、残ってないのかな。まあまあ、で、みんなが知ってる、ここは僕の家だぞが次の日なの。全員集合して。っていうような流れだったね。うん、まあ、今見ても面白いな。そんな感じ。雑談しましょう。うん、いや、面白いね。自分で見ても笑うもん、こんなの。自分で見て笑っちゃうね。面白い。懐かしい。そう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 。朝、要は鮫島さんがぶち切れて、要は柏木側に回って、で、俺を拉致るんだけど、どうやったら許してくれるかっつったら、真冬だったんだけど、真冬の海に飛び込めって言われて、あ、やっぱこれ2年前じゃないな。これ2年前じゃない。3年前だね。これは3年前だ。これ違う。3年前。
うん、2年前のはずがないもんっていうような流れだったんだけど、動画が残ってないね。3年だね多分、うん、3年だって捨て頃1の時にセコンドやってるからね。2年前なわけがないよ。あとどんなことあったかな、いろいろありすぎてもうわかんないよな、うん、5年もやってるとね、もうなんか感慨深いものがあるよ。いろいろあったな。あーまあね、鮫島さんの可愛い構図残ってないね。あるかな、探すか。鮫島川残ってんのかな、ちょっと探してみようか。あれ面白かったよね。だね、結構ね YouTube に永遠と残るって思ってて、意外と残らないからね、結構消えるよね動画って。うん、川の動画残ってねえな。廃墟配信はやらないかな、うん、残ってないっぽいな。なんかな、そう、それで、あ、記録残していかないといけないよねって匠さんに相談したら、僕が残しますって言ってくれたのよ。匠さんが、あ、じゃあ和道さんの YouTube に残しましょうっつって、匠さんが YouTube ずっと上げてくれてんの、ボランティアで。その頃は懐かしいな。もう匠さんとももう3年ぐらいの付き合いだもん。長いよ。フォローありがとう。あと何あったかな、まあいろいろあるよね。橋本くんとか野田総理とか、いろんな事件が結構内容濃いかな。ふわっちに来てからはね、もうおとなしくしようと思って、2年ぐらいね、もう自分のやりたいコンテンツだけやろうと思って考え始めたのがその辺ぐらいからかな。やっぱもうね、こういうわちゃわちゃすんの楽しいんだけど、結構メンタルがきつくなるから、なんだろう、普通に自分がやりたかった原点に帰ろうっていう風に考えて、それからかな、うん、それからなんかこう自分のやりたいことをやるようにシフトしていったかな。なんか配信も長くなってくると分かるもん。慎吾さんとかさ、なんだろう、慎吾さんとか、あと、エセアカとかの気持ちがだんだん分かるようになった。一回中抜きしたいみたいな。今はそうだね、配信で食えるようになってからは、2年ぐらい経つのかな。うん。うん、それ目指して頑張ってたんだけど、リスナーさんのおかげでやっと飯が食えるようになったっていうのはもう2年経つかな。一応なんかまあ15万ぐらいで生活ね、最低限の生活できたらプロ名乗ろうと思って。ヒトラーさんおはようございます。それからはもう2年ぐらい経つ。まあふわっち来てからだよね、ふわっちができてから。だからふわっちがねこんなに伸びると思わなかったよ。もう誰もやってなかった。有名な人だと香川さんはずっとやってて、あとね、エセアカがやってた。エセアカと香川さんぐらいじゃない。で、おすすめ欄に30人ぐらいしかいなくて、有名配信者、あと誰いたかな？もう誰もやってなかったよ、ふわっち。で、どんどん、そう、稼げ。っていうかね、多分ね、ニコ生勢がね、入ってきたの、俺が原因なんだよね。俺、全然、その、閲覧もあったかもしれないけど、人気がないので有名だったから、ドカ X やってたかな？どうだろう。うん。で、社長令嬢って何の話か分かんないけど、俺がすげえ稼いでるって噂になったんだよ。それでね、和道ごときが稼げるんなら俺ら稼げるだろうみたいな空気になったんだよね。多分ね、それあると思うよ。その頃ね、ニコ生界隈が落ち目で、
全然食えてなくて、和道が食えてるよって言われてたもん。あ、もんちゃん、もんちゃんやってたかな、その頃。うん、あんまり覚えてないな。もんちゃんそんな古かったっけ。俺がね、2016年の10月からやり始めた。2016年の10月。で、それ何がきっかけかっていうと、Amazon ギフト券をとあるリスナーさんから結構もらってたの。で、欲しいものが Amazon になくて、これ金券に変えてもいいですかって、リスナーさんに聞いたら、好きに使っていいよって。で、この Amazon ギフト券をお金にする方法が分かんなかったの。なかなかプレゼントとかもらったことなかったから。で、誰が知ってるかって考えたら、エセアカが知ってると。エセアカ、Amazon ギフトくださいってこじってたから、ニコ生時代。それで、エセアカにコメントで聞いてみようって言って。で、エセアカどこでやってんのってノリコに聞いたら、ノリコ、あ、ふわっちでやってるよって言って。で、ふわっち聞いたら教えてくれて。で、そしたらエセアカ結構、なんか、これ花火ってなんだろうとか、なんか、リスナーさん荒れてないねっていうことで、俺らもやってみようかっつって、ノリコと一緒に雑談やってたんだよ、ふわっちは。そっからだね。で、ニコ生がなんか虚偽通報の番が連発してて、もうアカウント代払うのバカバカしいよねっていう話になって、で、ニコ生に運営に問い合わせても対応してくれなくて、まあ、ニコ生、その、番にして対応しないの有名だから、だったらもういいやっつって、もうニコ生やめるわっつって。天岐阜の課金できるよ。あのね、オークションサイトで売るのが一番いいよって言われた。金券屋に売ると8割ぐらいになっちゃうから、オークションサイトだと大体 92% 最低でも。で、いい時だと 97% とかでネットの人がパッて直接買い取ってくれるから、そのオークションサイト使いなよって教えてくれたの。で、それでお金に変えたっていう感じかな。うん、懐かしいよな。アカウントに登録したら換金無理。アカウントに登録したら換金無理。ごめん、何言ってるか全然わかんねえな。Amazon ギフトカードを持ってたの、俺が。で、それを要はオークションサイトで売った方がいいよって言われて売ったの。うん、で、何を言われてるかわかんない。ちょっとごめん。波長が何言ってんのか全然わかんねえな。そりゃそうでしょ。うん。そりゃそうでしょ。うん、だって、Amazon サイトにポイント入れちゃった瞬間に自分のポイントなんだから。そう。要は登録してない状態で持ってたの、俺が。天岐阜のカードを。要は、そういうことね。そう。アカウントに登録してない状態のカードを、なんか1万円とか5000円とかいっぱい持ってたの。で、これ1年ぐらい経つと消えちゃうっていう風になったから、ああ、まずいってなって、せっかくいただいたものだからなんか欲しいもの買おうって。それで買ったのがあの赤いバッグなのよ。一生ものだと思って。俺が普段つけてる赤いバッグは、だから、それで買ったの。あ、せっかくだから欲しいもん買うわ、つって。あと、ウェブカメラ買ったかな。まあ、でも5年か。長いな。なんかこう毎日8時間以上5年間続けたことが何もないから、ある、みんな毎日8時間以上携わるものを5年続けるってさ、うん、ないね。仕事ですらないもん。バンドが長かったっつっても2年ぐらいだから、本当にまあ会社とネットワークビジネスと、だから事業とバンドと3年ぐらいやったことあるの。ああ、ありがとう、みのみさん、花火ありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。だから、バンドをもう熱中したっていうか、楽しくてしょうがなかったのは、今ガチャって言わなかった。
バンドと、え、なんかガチャって言わなかったと、え、あ、2階か、うん、バンドと、授業と配信だね。で、配信が圧倒的に長い。いや、2階の家のドアの音だって、のんちゃんが。でもまあ、人生でぶっちぎりに、こう、集中してやってんのは、もう配信だね、俺の中では。配信が一番楽しい。うるさいけど俺の方がやべえやつだっていうか、気違いだっていうのがだんだん伝わってきて、あの、もう目をそらすね。俺が挨拶してもふーんって目そらす、うん、関わらないんじゃ、関わりたくないでしょ多分俺と。あ、こいつに言っても無駄だっていうのは分かってんだ。どうもなってない。今も住んでるよ。隣の学生さんもなんか社会人になったっぽいもんね。多分配信かなんかやってんだよね、隣の人。ツイキャスかなんかじゃないかな。なんかみんなある ?5 年間やったことって。何かを5年間やったことある?本気で。和道の住んでるところ配信者だらけだったりして。あ、っていうかね、なんだろう。新宿が配信者が集まる定番の街みたいになったのはすげえ嬉しかった。多分ね、それ荒野の功績とキャスバーの功績なんだけど、もうね、何かがあったら新宿に集まるっていうのって、ここ2年ぐらいでできた文化なんだよ。ふわっちから。で、青壁っていうのを作ったの、一番最初は実はヒカルくんなのね。で、新ヤッチョがパクって、で、荒野の居場所になったの。で、もう、そっから定番になって、仮想配信者は青壁の前で売名するっていう。な、登竜門みたいになって。で、っていうのはアンプの自作、アンプ自作してんな、すごいね、うん、こんばんは、アイテムありがとう。なんかモニターの調子今日悪いな、なんだろう、すっげえモニターの調子悪い。青壁っていうのは駒劇っていうのがあるんだけど、駒劇場っていう、そこに広場があるんですよ。イベントスペースっていうか、でっかい何もない空間が新宿にあるの。で、そこの壁が青く塗られてるのよ。それが、あの、配信者の溜まり場になってんの。青壁って。まあ、嘆きの壁みたいなもんだね。だから、その、金ない配信者がそこでたむろして放送をやるみたいなのが定番になったのが、最初作ったのがヒカルくんの。で、ヒカルくんが青壁って言い始めて、新野鳥がそこでダンスとかやり始めたのね。で、みんなが青壁、青壁って、もう目立つから背景が、その、青い壁だから、なんつうんだろう。それで、あの、青壁っていうのに、みんなが、よくさ、あの、喧嘩凸とかやったり揉めてるじゃん。それが青壁だよ。うん、これね。これこれ。これ見るでしょ、よく。ここで放送やってるサムネ。これが青壁って呼ばれてる場所。みんなここにたむろしてんじゃん。これが青壁。これね。これ、シュマジロウか。それを最初にやり始めたのはヒカルくんの、実は。ヒカルくんだよ。ヒカルくんがその文化を作って、新ヤッチョがあそこをなんかええやんってなって、ここなんだけど。で、あの、荒野が一番長く使ってたの。な、荒野が、まあ、なんつうの、荒野ってイメージだけど、実は荒野じゃない、やり始めたの。青壁集合で、とかよく言うじゃん。あ、そうなんだ。最近見始めたんだ。青壁配信者は、もう青壁の前に、なんかカメラ持ってるやつ必ずいるの。
もう今多分行っても誰か仮想配信者とかやってるから、で、そのヤクザの人とかがもう乗り込むようになっちゃって、アウトローの人とかが。なんかこんなところで配信するな、みたいな。で、まあ、やったりやらなかったりじゃない。要はもう有名になっちゃったんだよ、あそこは。なんかいるっていう。毎回毎回青壁に誰かいるっていう。よく喧嘩売られるんだよ。なんだこれ。ああ。何か祭りがあったら身軽、現場に行ける新宿。なんでなんだろうね。まあだから、キャスバーがあるし、いつもタムロしてるから、事件現場が新宿になることが多くなったよね。俺、兄弟いるのか。あんまり言いたくないっすね。申し訳ないっすね。っていうのも、いるんだけど、普通の兄弟とちょっと、多分ニュアンスが違うっていうのか、多分ね、俺がね、やっぱね、なんだろうな。多分普通の家族っていう感覚とか兄弟とか親っていう感覚を俺が持ってないの。そこは俺の原因があると思ってるんだけど、あんまり仲良くないし、あんま言いたくないんだよね。もう何年会ってないかな。妹とはもう7年、いや6年か7、33、間違いなく会ってないのは6年なの。母親、弟、妹と会ってないのは6年なんだけど、多分もう2年ぐらい会ってないから、8年ぐらい会ってなかったらもう家族じゃないよ。だし、もう俺の中では他人なんだよね。だから、家族いるのかって言ったら、みんなが言ってる生物学的な妹とか弟とかいるかもしれないけど、俺の中ではなんかしっくりこないんだよね。その、いや別になんか血がつながってようが他人でしょっていうか、全然飢えてないね。だからそこが俺の欠落してる部分なんだと思う。なんかそのあんまりかわいそうとか思われたくないし、そういうのでなんかそこはあんまいじくってもらいたくないところなんだよね。なんか別に仲良くないっていうかね、その喧嘩をしてるとかも違うの。なんか子供の頃から別になんかそんなのあんまりそのなんだろう、普通に話さないから、弟と妹と遊んだ記憶っていうのはほとんどないの。キックボクサーの親父に勝てるんじゃない？いや、無理でしょ。無理でしょ。それは、全然分かってないよ。俺もう生で親父のこと見てるから、子供の頃から。あれでも毎朝10キロ走る男だよ。サラリーマンやってて。勝てるわけないじゃん。拳とかもやっぱだから、日高さんの拳とか見ると親父思い出すんだよね。全然拳がもう原型とどめてないのよ。世界チャンピオンじゃないよ俺の親父は。世界チャンピオンじゃない、フィリピンと韓国のチャンプかな。要は外国行って他の国のタイトルとか荒らしてたりしたの。でそれを持ってるのと、あとなんだっけ、フィリピンと韓国のチャンプと日本ランクは1位だった。世界チャンピオンではないよ。
で、結構、その世界戦とかに出てる選手の。だから羨ましいってよく言ってたよ。K1 が流行ってる頃、その K1 の立ち上げとか、レフェリーとか、その、プロモートしてる人たちいるじゃん。全部その現役の頃の仲間なんだって。だから、親父はもうサラリーマンやってて、で、格闘技に残った人たちが、やっぱこういう文化必要だよねって言って盛り上げてたのを見て、俺も若い頃あったら K1 とか出てみたかったなって言ってたよ。なんとかさんとかレフェリーやってるよとか言ったけど、俺全然その辺わかんないから、なんか羨ましがってたね。あんなんで出てみたいって。うん。だからキックボクシングを立ち上げがどうのこうの。キックボクシングっていうのが早かった時代だよね。業界辞めてるっていうか、親父はほら選手だから。で、親父今だから、もう俺が大人になったから話してくれてるけど、やっぱりその興行の世界はそのヤクザと密接に関係があるから、で、親父もやっぱ所属してたらしいよ。だから、そういうのも含めて、いろいろあるって言ってたね。だからまあ若い頃の親父の写真とか見ると、やからだもん。金ネックつけてた、ザラザラ。ちょっと、その、なんつうんだろう。うん、そういうのも経験してるらしいよ。だから要はその世界から格闘技やめたのと同時に足を洗ったっていう部分はあるんだと思う。あんまり詳しくは聞かなかったけど、講演会の人らっていうよりもプロモートしてるのがヤクザの人だから、興行の世界はダフ屋もそうだし、だからその人たちの中のクリーンな世界なのよ。いや、憧れ。選手を育てる。要は、集めた金で。だから、日高さんに聞いたらびっくりしたよ、俺。要は、ドレさんと日高さんの会話が、なんか、どこどこジムだったら世界戦できてましたよって言ってて、まあまあ、そうですね、みたいなこと日高さんとドレさんが言って、ドレさんが要は、要は実力的にはもう世界に挑める人。で、世界、7位か6位なんだよね、日高さんが。で、日高さんにあの時の会話のことをちょっと教えてくださいって言ったら、いやね、和道くんねって。世界7位なんだけど、7位だったんだけど、ランクはしてたんだけど、世界3位に、挑むオファーをかけたことがあるって、ジムから。そしたら、英語で返ってきた答えっていうのが、3億円持ってこいって。3億お前が用意するんだったら、要はラスベガスで世界戦打ってやるよって。こういう世界なんだって。だから、実は本当に強いかどうかっていうのを競う場でもあるんだけど、興行としての側面が強いわけよ。だから、そう、ファイトマネーじゃないの。ファイトマネーっていうのは、選手に支払われる金額でしょ。興行なのよ。要は、ラスベガスっていう会場を抑える、チケットを発行する、照明、テレビ、放映権とか。だからもう金を生み出すものなのよ。で、要は大人の事情なんだよ。その世界チャンプ、例えばさ、世界チャンピオンで、俺ね、昔から疑問だったのが、一番強いやつが世界一位なはずじゃん。ね。で、でもさ、日本もそうだけど、チャンピオンだけ特別で、そのチャンピオンに一番の下に一番、二番、三番ついてるでしょ。あれの理由ってなんだか分かんなかったんだけど、調べたらすごい面白くて、世界1位とか世界2位とか世界3位とかっていう言葉とか、日本ランク1位ってあれ何を指すのかっていうと、チャンピオンに挑戦権なんだって。世界の強さじゃなくて、チャンプが一番強い。その中でチャンピオンに挑戦できる権利を誰が持ってるのかっていうランクなんだって、あれ。だから1位の人は優先的に。で、1位がやらないって言ったら2位の人が優先的に。これ年1回必ず組まないといけないの。これは要はファイトマネーっていうか、興行としてお金がかからないの。だからそれの取り合いなわけよ。そう。だから、実はそうそう、テレビスポンサーがつかないっていう理由とかで引退する選手もいるっていうのは、そう。で、日高さんがよく言うのが、なんで、ボクシング続けなかったんですか、こんなに強いのにって、お金にならんからって。うん。ビジネスがやりたかったって言ってて、ああ、すごいなって思って。だからもう技術とかすごいよ、だから日高さん。
もう震えるもん。5周年、ああ、ケイさんありがとうございます。頑張ります。気がついたら5年経ってました。面白いよね。グランドチャンピオンでしょ。グランドチャンピオンでしょ。あれ大好き。世界3位だったんだよね、元ネタは。うん、あれは、まっちゃんのもう、すげえ、乗ってるまっちゃんの世界観だよね。ああいうコント好きだもん。なんかちょっと悲しいのとか、ちょっとなんか尖りすぎてるぐらいが俺松本人志のは面白いね。トカゲのおっさんとか大好きだったもんね。なんかのんちゃん冷蔵庫の中に甘いもんって入ってない？ああ、噂をしたら。カズさんどうもです、おやすみなさい。噂をすればゼリーがある。ゼリーちょうだいじゃん、スプーンと。うん、だからその強くなることもそうなんだけど、実はそのプロモーターとかさ、あの興行師とかがついてないと、要はスポンサーとか人脈とかだから大変なんだよ。ええ、かりんとうまんじゅうちょうだい。うん、いやだからね、なんかね、こう配信やっててよかったなって思い始めるのはここ数年っていうか、ここ1年ぐらいだね。あの、なんでかっていうと、その日高さんみたいな本物に俺の人生だったら出会えなかったよ。あとダンカンさんとか北郷さんとか、要はその俺らってフェイクなわけじゃん、ただの素人なわけよ。田舎町のうだつの上がらないさ、成田のさ青年だったわけよ、28の頃は。だけどそのなんだろう、配信っていうのが今後変わってくっていう風に、弾丸塾のことはちょっと今話すことじゃない、ごめんね、うん、申し訳ない、うん、まあだから弾丸さんを目の前にしたり、カズさんとかを目の前にこうやってカズさんって呼べるのもすごいことだ。いやいやいや、申し訳ない。そうそう、その出会える人が変わってきたっていう、だからそれはなんか続けてよかったなと思うことだよね。うん、でも配信者の中の有名人に会うかどうかみたいな感じだったな。それでも世間一般からしたら誰って話じゃん。みどりさんとか超有名だよ、ネットの中では。金梅さんも有名だよ。だけどなんか少しずつなんかこうリアルでその成功、大成功してる世界レベルとかさ、日本中誰も知ってる人とかと会うだけじゃなくて、そのお仕事ができたりとかするっていうのはなんかちょっと変な感覚だよね。なんか自分がこうふわっとしてる最近、これ本当に俺夢見てんじゃねえかなみたいな。まあそうなりたくてやってたんだけど、なんかめちゃめちゃ運がいいなと。そうそうそう。で、ここ最近じゃない？そうなり始めたのって。なんかネットの配信者の評価が少し変わり始めたっていうか。だけど、ネットの面白いところは、やっとようやくふわっちの配信者すごいよねって世間に認められかけたところで、新八丁とよっさんがぶっ壊すっていうのが俺は面白いと思ってんのよ。せっかく、ふわっちの配信者すごいね、稼いでるね、なんか面白いねって言われ始めて矢先だよ。ぶっ壊すんだよ。だから俺最高だなと思ったのがさ、よっさんがさ、ダンカン塾こき下ろしてたわけじゃん。よっさんがダンカンさんの悪口半端じゃなく言ってたの。ダンカン塾なんかクソだよとか、ダンカンさんクソだよってあんだけ言ってたのに、ね、あのよっさんが捕まったら、あのビたけしさんと安住アナウンサーがよっさんを見てこいつクズだなって言ったのが最高に面白いと思わない？ブーメランってこういうことなんだよ。とっくないブーメランが刺さりまくるっていう。俺はあれはね、もっとこすられていいんじゃないかと思う。うん。うん。そうそう、ウナに絡んで、あえすらできなくてパソコン壊されるわけだから。うん。いや、和道って誰？って言われたよ。うん。でも、なんていうのかな、
やっぱり警察沙汰とか誰かが傷つくようなこととか俺は嫌だ。それはこの世界の悪いところだと思ってるから、うん、この世界の悪いところ、うん、なんかアンダーグラウンドっていうか迷惑かけるっていう、もっとなんかもっとあるんじゃないかって思ってるよ。いいやり方は。あ、だからリスナーさんだろうね、花火師さんのことでしょ、スポンサーいるんでしょうって、うん、個人スポンサーのことでしょ、うん、まあ、手探りっていうよりも正直言うと賭け。でも俺は伸びるって信じた。伸びるし、伸びる方向性の一つの立役者になりたいと今でも思ってる。だけど便所さんとかドレさんとかの動きを見て最近ちょっとこの世界ダメかもって思い始めた。本当になんかこうだってさ、なんかダンガンさんとさこうお仕事をするっていうのがさ別に悪いことではないじゃん、冷静に考えて。だけどなんかあんだけね、なんかもう病気じゃん、初めて会った人にさお前より稼いでるとかさ、北郷さんに対して面白くねえとか言ったりさ、便所さんは便所さんでやっちゃいけないことやるしさ、あもう これダメだなと思った。それをなんかすげえすげえすげえかっけえって言ってるリスナーを見れば見るほど冷めてく自分がいたの。なんだこれと思って。なんでかっていうとね、それはね、その北郷さんとか運営さんとかあのダンカンさんが正直言うとめっちゃくちゃ便所さんいいねってなってたの。すっげえこの人絶対面白くなるし絶対世間的に評価されるからって言ってたのよ。で俺もその便所さんをそのブランディングしていく中でなんていうのかな、やっぱり警察だったとか良くないからっつって大人が話し合ってヤクザはやめようねって言ってるわけじゃん。それをひよったとかさ、ダセーとかさ、じゃあ俺がもっとすごいことやってやるよって子供じゃん。その一部の笑い、一発の迷惑かける笑いのためにその可能性をすごくなくすんだよ、いろんな可能性を。そこはねなんか残念だったね。仕込みなんかないよ、ない。だから俺はすげえ残念だった。なんでかっていうと便所さんは絶対やってくれますって押してたから。わかんないね、生きてんのかな。そうだね、そこが違いなんだろうね。だから俺はこの世界にちょっと絶望をしてるの。この世界でトップになってもまあ金梅さんとかシャンマンとかは限界だなって思い始めたの最近。だからこの世界にどっぷり使ったら危ないっていう危機感、要は配信者見てても、あこいつらと同じ目線見てたら俺死ぬって思った。こいつらと同じことやってたりとか、こいつらとどんぐりの性比べやってたら自分の成長を止めるっていうのが今の俺の感覚、正直な。すっげえ冷めてる今配信会に、うん、いや最高にダサいよ、うん、最高にダサいよ。そう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 、なんか中学生が校舎の窓ガラス割ってすげえっていうのと俺一緒な感じがするもん。うん、いやだから本質的に誰かを迷惑かけてすげえだろっていう世界になっちゃったんだよ。ちょっと傷ついたね俺は。傷ついたっていうの冷めたね、すごいさーって引いてく、配信に対する熱がさーって引いた。今すっごい冷静に配信のこと見てるもん。はいこんばんは、鬼にいらっしゃい。
なんか配信者のことを認めて、で一緒に面白いことやろうという気持ちが強かった人に対して唾を吐きかけるんだって、うん、まあ昔から多かったけど最近特に多くなってる印象だね。あとリアルアウトローの人もいるから今、なんかそのゆいがさんの面白さって絶対にヤクザじゃないのにヤクザだって言い張るコントっていうかさ、そのバカさ加減が面白かったわけじゃん。だけど俺その流れを変えたのは、ありがとう花火ありがとう、その流れを変え、実は悪魔のキューピーさんの、悪魔のキューピーさんってニコ生始めた時にクルーズがとんでもない伝説で本物のヤクザ来たーってなった。でもキューピーさんは絶対悪いことはしないのよ、配信上で。本当のアウトローなんだけど、でキューピーさんが有名になったことによって本物のヤクザの人とか本物の不良の人がやり始めた。それまで隠してたし、不良の人を配信やるのはダサいって思ってたの。見てる人は多かったの、実は隠れて、こいつら面白いねって言って視聴者だったのが、いや本当のアウトローの人たちがもう当たり前に入ってきて、今じゃ当たり前でしょ。だからそのなんつうの、武闘派は俺ホープさんが始まりだと思ってて、要は喧嘩上等、もう今当たり前になってるじゃん。だからなんかなんつうのかな、要はネタとしてそのもうそのアウトローキャラみたいなのはできなくなってるよね。お前俺らのこと舐めてんだろってなっちゃうから。いや俺がチャンス作ったなんていうことはないの。俺自身はチャンスだと思ってかませてもらってる方だから、だから恩着せるつもりもないんだけど、その言えないこともいくつかあって、で少なく見ても俺は今回便所太郎さんはもったいないことをしたっていう印象。なんかその周りの状況を見てても便所さんにすっごい注目されてて、すっごい期待されてたから、とんでもない裏切り方されたっていう、その、なんだろう、テンションの下がり方がえぐい、今回は。だからもうこの人と、なんか、何か次、一緒に何か面白いものを作ろうっていうことはないと思うよ。うん。ホープさんは現役ではないよ。でもほら、アウトローとしては現役なわけじゃん。ヤクザ、現役ヤクザではないけど。だから配信者としては確かに俺正しかったと思ってんの、便所太郎さんの今回やったこと。配信者として正しかったとしても、なんだろう、人としてはやっぱりもう評価されなくなるんだろうなっていう、あの件に関しては。いや半数が炭入ってるとは思わないけど。ニンニありがとうね、これからもよろしくね。もう5年もやってるよ、ニンニなんかもう3年半ぐらいリスナーだよ。まあ子供だよね。子供、すっごい子供。俺まさか便所さんになんかこんな説教垂れるようなこと言うというような日が来るとは思わなかったもん。すげえかっこいい人だから。でしょ？だから、その、俺は、だからそういう部分で冷めてく。だから、ビリーはかっけー！すげー！配信かっけー！便所！ってなってるわけでしょ。だから、それを見て、ああ、もうそれが限界だなっていう感覚だね。バカありがとう。解放。だから、まあ、配信者としては正解だと思うけど、俺はもったいないことをしたっていう。まあ、いつか話せる日が来ると思うよ。それは。まあ、ただそれはね、そう状況とか立場とかいろんなものをね、そう説明しながら話さないと伝わらないと思う。ああ、まあ賢いんだよ便所さん。ほいワドツ。すり寄るっていうかさ、すり寄る必要なんかないの。だからそのオープニングの時のさ、堂々とした態度ってかっこよかったじゃん。別に媚び売るわけでもネタをするわけでもなく、ただ質問されたことをお互いに答えててって。だからすり寄ってなかったじゃん、別に頭下げたり媚びたりとか一切やらなかったじゃん。で、あの人すごいねってなってたの。もうでも書類の作り方とかさ、トゥクトゥクとか企画とかも全部俺が説明してて、あ、この人すごいってなってたのよ。
本当にちゃんと芸ができてるって、要はめちゃめちゃ評価が高くて、この人と一緒に仕事できたら面白いよねっていう空気だったので、実際その弁当太郎さんの名前とかも打ち上げ出まくってたのよ。で、言えないことも含めて高評価だったの、うん、だからどっちが許せとかじゃなくて、そもそもオーディションの中で面白い人を競い合うっていうのに構成を変えちゃったわけじゃん。要はダンカンに対して敵対をするっていう構成になってるわけじゃん。だからそれがもう自分の企画なんだよ、わがままなの。それをやるんだったら自分で金払ってやれよって感じだもん、俺からすると。その運営さんにも申し訳ないとかないんでしょ、ビリー。面白かったら何でもいいよっていう感覚なんだよ。俺はすごく失礼なことだと思ってるから、それは。だから、その誰かが傷ついたり期待を裏切ってもいいんだなっていう、何か一緒に面白いことやろうじゃないんだねって。結局、その自分が面白ければいいんだねっていう風になるじゃん。あ、いいんじゃない？それはそれで。全く関係ないからね。だから結局、誰かに迷惑かけないと笑いが取れない人なんだっていうがっかり感よ。でしょ？結論から言うとそうじゃん。誰かを貶めたり、誰かに迷惑かけないと笑いも作れない人たちなんだっていう評価だよ。プロから見たら。だから、期待値が高かった分の多分反動がでかい。すっごい本当に、俺はやってくれるって信じてたから。委ねたっていうか、水面下でめちゃめちゃ動いてたよ。まあ、便所さんがそれをめくってるけど、それもなんか悪いように言ってるじゃん。逃げたとかさ、ひよったとか。いいんじゃない？だから、俺らが見てる目線が違うんでしょ。だから、それで爆笑で、それが面白いっていう文化に俺は冷めたっていうだけだから。うん。だから結局、その、なんだろう。まあそういうもんなんだろうね。俺はくっそダセーと思ったけどね。逆の、全く逆の感情が湧いた。だから、便所さん本人にコメントで、でも面白かったでしょって言われたけど、いや、笑えないっすって言ったもん。価値観はっていうかね、多分ね、リスナーさんにそれは別に求めてないんだけど、だから俺リスナーさんを悪く言わないじゃん、笑ったっていうの。いいんじゃないって言うんだけど、あのね、要は、図に表していい。図に。まあだから大人な人はわかるんだけど、図に表して説明しようか。ちょっと待ってね。ほい。まあ、リスナーさんがこう見てるわけですよ。ありがとう！リスナーさんが視聴者として今回いるわけじゃん。リスナーさんが。OK？ 花火ありがとうね。で、配信者がいると。で、ここにダンカンさんがいると。ダンカンさんいるでしょ。俺は映像を見てる人はこの関係でいいと思ってんの。この三つでいいと思ってんの。だけどね、ここに仲介してる運営っていうのがいるの。わかる？これが隠れているわけですよ。うっすら。うっすらと運営さんがいるわけ。で、俺の立ち位置ってどこなのかって言ったら、配信者側の、ここにいるわけでしょ。ここ。配信者と、その、今回の番組を作るにあたって、仲介役になってくださいっていうことだ。
黒子として。で、あのね、そもそもは、この構成を考えてるのは、じゃあダンカンさんなのって言っていいのよ。番組として、ダンカン塾なんだから、ダンカンさんが司令官となって面白いことをやるっていうのを構成よ。番組を作るときに。だけどさ、ダンカンさんが全部考えてっていう風に見えるから、こうダンカンさんに噛みついたら面白くなるけど、そもそもなんだけど、ここが企画をして考えて構成でオファーをかけてるわけでしょ、こっち側に。で、こっち側に、要は番組を募集してこういう構造なわけでしょ。なんで、ここに迷惑かけるのっていう。ここに迷惑をかけるっていうことは、ここに迷惑をかけてるのと一緒じゃんって言ってんの。だから、その、リスナーがここに噛みついたのが面白いって言ってるの、子供なんだって。ここに携わってる数十名の人たちの全部をダメにしてんだよ。そう。だからそんなの笑えないよ。次呼ばれるわけないじゃんって言ったのはそこ。そう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 。要は一ちょかみっていうかさ、その自分たちが美味しければいいっていう、その番組が面白くするっていう考えがないんだよ。わかりる？一緒にものを作るっていう姿勢じゃないの、そもそもが。壊しに来たんだよ、だから。簡単に言うと。運営さんとかダンカンさんが密に作ってたことを壊しただけなの。どれさんも。そう。それってダメじゃないっていうことを言ってんの、俺は。リスナーさんを笑わせるのはすごく正しいことなんだよ。それはダンカンさんも北郷さんも運営さんも俺も考えてること。で、俺は、その、なんていうのかな。ひな壇芸人の重要さがわかるって、あの人たちプロだよ、やっぱり。で、別にひな壇に徹しろとかじゃなくて、オーディションなわけじゃん。だから、構成として配信者同士で誰が一番面白いのかっていうのを決めなきゃいけないわけじゃん。全く関係ないよ。だから、例えばどういうことかっていうと、みんなの、勤めてる会社の、例えば誰かと喧嘩したと、みんなが。プライベートで、取引先とか友達とかと。で、それで、まだ本人に噛みつくならいいじゃん。あ、じゃ言いたいこと言いなよって言って。いや、お前にはない、別にって言って、一週間後に、自分が勤めてる会社の愛人の、社長の愛人の家にピンポンしたら怒らない。はってなるでしょ。俺はそれをされた感覚なんだよ。だから、まあ、ドレさんも良くないけど、ドレさんはダンカンさんに噛みついたわけじゃん。それでもダメなことだと思うけど、人としてなってないと思うけど、そうそうそう、全く関係ないわけじゃん。だからそれが A 度胸やなっていうのが、だから迷惑なんだよ。会社じゃん。会社じゃないじゃんって言ってんのが、だから俯瞰して見れてないんだよ。だからそれで面白かったらそれでいいんじゃないっつってんの。だからそれで感心するっていうのがこの業界のルールなんでしょ。俺はそれはもう人としてダメなことだと思ってるもん。寒っと思ってるもん。だから迷惑かけてなんぼなんだなっていう。うん。だからいいんじゃない？それはそれでそっち側のノリでやれば。知らない、ドレさん企画やったかどうか。そうそう、法律を犯さなかったら誰かに迷惑かけてもいいっていう感覚なんだよ。だから、その、なんつうんだろうな、配信、自分の好きな配信者、囲いって良くないっていうのがよく分かってて、アンチも囲いもやっぱ狂ってるって思うのが、自分の好きな人だったら何やっても正義なんだっていう感覚ってネットに根強いと思うの。悪いことといいことの判断もできなくて、自分が好きな人がこう言ってるんだったら俺はついてく、絶対悪くないっていうのを人に押し付けるじゃん。俺、旗から見たらめちゃめちゃ悪いことやってると思うから、いや、めちゃめちゃね、頑張ってるからね。まあ、だからやっちゃいけないもんはやっちゃいけないことだよ。どう考えても。
俺は今回のそのドレさんとベンゾさんの行動っていうのは擁護する、フォローしきれないよ、はっきり言って。しかも他の25人にも迷惑かけるわけじゃん、一生懸命やってる人たちに迷惑かけるわけだから、ダメだよ、絶対ダメだったら自分でやれよって、プライベートでって。だから、ね、本当に逃げだよね、うん、そこが俺は子供だっつってんの。ね、うん、一生懸命やってる人がバカを見るっていうのはなんか嫌なんだよ。ありがとうございます。分かってくれて嬉しいです。はいはい、ありがとう。最低限の枠組み伝えてるよ。うん。書類でも全部書いてるよ。サインもしてるんだよ。だから怒ってるんじゃないの、俺が。まあ、だからそれがもうやりたいんだったら自分で金払って自分でカメラマン、企画、音声、照明、スタジオレンタルして、で演者集めて自分でやってほしいね、うん、そこまでそんな面白いことができるんだったら、うん、芸能人呼んで金払ってギャラ、スタジオレンタルして照明借りて音声借りて自分でやんなよって感覚。そうそう、反省が全くないんだよ、うん、捨て頃の話してないかんな今な。だから捨て頃がやりたいんだったら自分でやるべきだよ。いやだから俺もだからバランス感覚めちゃめちゃあるから、もう俺はこの人は大丈夫って言っちゃってた手前傷ついてんの。この人はすごいそのってプッシュしまくってたし評判良かったのよ、うん、めちゃめちゃこの人はその迷惑かけることしないんでって、プロモーターとしても優秀だし仕事付き合いもできるし企画もめちゃめちゃ面白いしファンもめちゃめちゃ多いですって。だからそのそれを思いっきり手のひら返されたわけじゃん。だからショックだよ。単純にその押しててそのなんつうんだろう、押してた分期待されてた分俺も期待してた分ショックだっていう、それだけだよ、ただ単に。だからバランス感覚、だから本人はセーフだと思ったんでしょ。え？ヤクザにリア突は完全に便所を侮ってた運営側の落ち度やない。だから、そういうごたごたがないように止めたわけじゃん。全員で話し合ってすり寄ったわけじゃん。その便所さんに迷惑がかかってもいけないしっていう、うん、だから そこは俺は配慮だと思ってんのね、うん、でもそういうのをめくるわけじゃん全部、
この番組としてやろうっていうわけじゃなくて、運営がひよった、運営がひよったとかさ、悪口を言うわけじゃん。だから複数人で関わってる番組には向かないんだよ、そもそも。うん、要は悪意を込めて伝えるわけでしょ、リスナーさんに。それをよく捉えてないわけじゃん。それって便所さんの一個の企画に対してみんなが考えた結論なわけじゃん。そう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 、ニコ生でっていうか配信会でなかった、そのいくつかの要素があるの。例えば過疎生主と大手生主は同じ土壌で正当にその勝負ができる。要は閲覧数じゃなくて面白さの内容で勝負ができる。過疎対大手っていう枠組み、一つ目で。今度は名だたるその大手さん、要はリスナーが認めるこの人たちは本物だっていう大手さんいるじゃん。ニコ生代表、フワッチ代表、ツイキャス代表でこれだけのメンツは集めたいっていう風になったわけ。もっと出てほしい人はいっぱいいたよ。でも集まった中でもそこそこすごい人たちが集まったわけだから、これも成功したっていう。で、あとはそれで芸能人の人と配信者の人っていうのを同じ座組で組んだ時に、配信者の方が面白いでしょっていうのが俺は見たかったわけ。だから3つかなってんだよ、今回の企画っていうのは。だから半年かかってんのね。だからそこは理解してもらいたいかな。そう、で、番組のその企画とか構成に文句があるんだったら自分でやるべきだと思う。っていうのが俺の感覚。うん、その自分の放送で普段の今まで通りと一緒で、自分でその自爆をやってればいいんじゃないって感覚だね。別にだってそれで誰も迷惑しないわけだ。自爆で芸能人のディスをしても別にいいわけじゃん。言論の自由がある。で、自己責任でやればいいじゃん。まあ、人に迷惑をかけてやることじゃないでしょ。っていう感覚よ、ビリー。だから、それを称賛されてもね、っていう。笑えないよね。ギャラは出てるのじゃないよ、ビリーさん。そもそもがオーディションなんだよ。じゃあさ、リアル怪獣グランプリにさ、3万5000人にギャラ出す？だからもうそこが感覚が違うんだよ。出たい人、こういう座組でこういうルールでこういうことをやって募集してますって言って、ギャラを出すなんていうことは条件としてなかったわけじゃん。で、俺ははっきり言って、ギャラが出されるようなレベルの人たちじゃないと思ってるよ。あの、それくらいの価値があるんだったらギャラ払ってでも呼んでるじゃん。だからそれが勘違いなんだよ、そもそも。うん、そう、ギャラが払える実力がある人だったらギャラのオファーが来てから判断すればいいじゃん。あ、このギャラ安いからやめようって、 YouTuber みたいにこのギャラだったら出ようって。自分からエントリーしててギャラがないことも知っててギャラ出ないって言われてもね、手弁当でって言われてもじゃあ来んなって話じゃん。違う？自ら来たんじゃないの？そう、俺もそう思う。俺もそう思う。うん。業界の人がチェックしてたから、うん。業界の人に伝わったっていうのは、ああ、やっぱりダメだねっていうことじゃない。うん、要は、無法者だねっていう。
ルールのない中でしか面白いことできない人たちだねっていう感覚だと思うよ。まあそれがいい、いいっていうんだったら俺はだから意見が違うねっていう、だからそれでもいいんだっていうのが便所さんの答えだったから、そこについては何も言わないよ。リスナーさんがいや俺たちはこういうもの求めてる、一生書こうぜ、大いに結構だよ。だからそこについては文句はない、別に。俺は小せえなと思った、それだけ。大きなチャンスか どうかなのは成功してからだからさ、そこは分かんないよ、うん、企画が倒れるかね、企画がうまくいくかっていうのは蓋開けてみないと分かんないわけだから、そこはお互いでしょ。俺らも配信者の力借りてるわけだから、彼らはネットでの影響力強いっていうのは俺が一番分かってることだから。でも果たしてその対立する必要があったのかなっていう、まあ芸能界好きか嫌いだ、だから俺今回のリスナーさんが便所太郎は面白かったよっていうことに対しては反論してないじゃん、うん、だからまあ配信者でもあるわけだから、すごい気持ちわかるもん。だから自枠でやればって言ったの、好きなことは、うん、別にね、ルールとかマナーとか自分たちで決めればいいわけだからさ。まあ子供なんだよ、だからただ単に。いいね、ありがとう。解放ありがとう、アイテム。
便所さん以外にも真面目にオーディションに参加してた人たちはどうなっちゃうの？ね、立場上なんだけど、まあいつも言ってることなんだけどね、俺はさ、ほら運営とか公式ではないわけじゃん。だから、過去起こったことに対しては、こういうことだったんだよって言っていいとは思うんだけれども、これから起こることについて知ってることっていうのは語るべき立場ではないっていうのが俺の判断かな。うん、それはだからコンテンツの内容に関わることなわけじゃん。で、なんだろう、生放送だとリアルタイムだからその時の感情とか言えるけれども、その団体でさ、大人数で表現をやってるわけだから、先起こることとか先のことっていうのは公式からのアナウンスを待ってほしいよね。そのためのツイッターのフォローとか YouTube のチャンネル登録だと俺は思ってるから、もし関心があるのであれば、YouTube のアナウンスを待ってほしい、ツイッターからのアナウンスを待ってほしいっていうのが俺の感覚かな。うん、みんなで作ってるもんだからね。だから俺の意見を言っちゃうと、過去起こったものに関しては言えるけど、なんだろう、これから先のことを和道はこう言ったじゃん、違うじゃんとか、そう流れが変わっていくわけよ。で、最終決定するのは運営さんなわけだから。だから、なんだろう、未来のことに関しては俺は発言しないっていう考えかな。今回のこの仕事に関して言ったら。自分がやってるプロジェクトだったらね、責任持って言えるけど。それは無責任でしょ。それが、なんだろう、みんなで何かをやるっていうことだと思うよ。そう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 、すごい頭いいね。そうそうそう、本当にそう。だから収録の利点、生放送の利点っていうのがだいぶ分かったかな。目標金額にいかなかったらどうなるの？どうなるんだろうね。目標金額に行くように頑張っていって、っていう感じかな。俺はあんまり考えてない。俺がちょっとつ盲信型の考え方だから、目標達成しか今頭にないかな。だからそれ以外の選択肢っていうのは想定してないね。返金っていうのはもともと考えてないね。返金っていうのは借りた場合だと思ってるから。俺は返金するっていうことは放送自体でないっていう考えだから。オーディション生放送は適度な緊張感あってよかったよ。ありがとう。そうそう。だから生放送はやっぱ配信者に対して、リスナーさんに対してリスペクトがあるから、一回は必ずやってほしいっていうことを、ね、提案はしてて。で、配信者使って生放送ができなかったら意味ないじゃん。彼らの舞台で、ね、ダンカンさんたちがどうやってやるのかっていうのも見どころの一つだと思ったから。だからそれは俺はファンサービスっていうかさ、彼らに対するリスペクトの気持ちがあったからやったんだよ。うん。で、やっぱりその配信者たちも勉強になると思うし、
ん、解放は見たわけじゃん。あのこれだけの人数が関わってるんだっていう空気感を分かったでしょ。照明の数何個あったよ音声とかも大変なの分かるでしょ。やっぱ現場を見ないと分かんないじゃん。みんな収録された映像しか見ないわけだから、だからそれは勉強かなとか思って、多分勉強になったはずだと思うよ。すごいでしょ。だからね、解放とか俺が言ってる意味わかると思うんだよ。そのなんつうんだろう、多くの人が携わっていろんな人がいろんな思いでプロジェクトをやってるわけだから、こう一人のエゴでね、みんなの仕事を奪うわけですよ、うん、携わった一人としては悲しいことだよっていうのはそこだよね。自分のわがままでみんなに迷惑かけていいとは俺は思ってない。だからまあなんだろう、俺はよく言う、自分で戒めてることなんだけど、自分の部屋の中とか自分のテリトリーだったら何やってもいいと思ってんの。その人が傷つかないことと日本の法律に触れなければ、自分の枠とか自分のこの部屋で言うことだったら自己責任だと思ってるから、それが配信だと思ってんだけど、合にいらば合に従えでしょ。俺持ってないね PS4。 合にいらば合に従えだと思わない、うん、その他人の土俵でその自分のルールを言うっていうのはあんまり良くないことだなっていう、うん、だからまあ人のフィールドで自分のルールを押し付けるのは俺は違うと思ってるかな。少なくとも俺はあんまりそういうことはやりたくないと思ってる。提案するんだったらいいけどね、こういうふうに考えてるんでこうしましょうっていう打診とかさ、相談とかっていうのは大事なことだなと思ったら、いやいや一般論ね、それは一般論っていうか全体のことっていうかさ、まだそれたらればじゃん、アドバイザーが誰だったらっていう、うん、恋愛映画、うーん、そうね、恋愛だけは、恋愛だけってわけじゃないけどテーマは恋愛かな。恋愛も取るね。俺ゲームはレトロなゲームが好きだね。ドット絵のファミコンとかスーパーファミコンとかが好きかな。なんか最近のはもうなんかゲームが発達しすぎてこうよくわかんないね。なんかもうリアルっぽいっていうか、なんかファイナルファンタジー7がなんかおかしくしたと思ってる俺はファイナルファンタジー7からなんかゲームがおかしくなった。だファイナルファンタジー7までが面白かったかな、ゲームは、うん、そうだね。自分も出るね、自分の映画出ないのもあるだろうし、今のところ出る予定で考えてる。今そのまあまあ創作物で全く関係ないんだけど、あのなんだろう、昨日撮影をさせてもらってきた。ありがとうございます、花火さん、ありがとう。匿名さん、花火ありがとうございます。これからも頑張ります、ありがとう。
セブンは確かに FF で最高のゲームだけど、今も面白いゲームあるよ。ペルソナとか。あー、ペルソナやったことないな。ファイナルファンタジーセブンはめちゃめちゃ面白かったけどね。なんかその、っていうかね、なんだろうね。どうなんだろう。ゲームよりも面白いことを見つけちゃったっていう感じの方が正直な感覚なのかな。なんかさ、非現実じゃなくなってきてんのかなと思って。あ、ありがとう、ありがとう、解放。ハートありがとうね。なんかこう、リアルにリアルにっていう風にゲームがなってきてて、なんか現実逃避しちゃいからやってんのに、なんでリアルにするんだみたいな。リアルと対極なものをやりたいのにさ。なんかこう、リアリティを追求する必要があんのかなっていう。なんか違和感を感じるんだよね。そこに。なんか果たして俺が求めてるものはそのグラフィックの綺麗さなのかなっていう。なんかストーリーとかをこう作り込んでるものとかがあったらやってみたいなと思うけど。まあ今もあるんだろうけど、あんまりなんか関心が湧かなくなっちゃってるね。ゲーム時代に。テイルズあったかな？テイルズないかもしんないな。なんだろう。ドラクエ5、6とかの世代だね。ドラゴンクエスト。後から1、2、3、4、4やったけど。5面白かったな。5、6。まあ自分の中では6が最高傑作かな。ドラゴンクエストは。で、ストーリーの良さだと5だけど、世界観全体的に統合すると6がすげえと思う。だからグラフィックが、だからすげえなって思ったのはドラゴンクエストで言うと、8か。8のバランスは良かった。その、アニメーションっぽいものをぬるぬる動かすっていう。ゲームでこういう感じになるといいなっていう。だから最近さ、そのドラゴンクエストの新作が出てもドット絵バージョンとかさ、3D バージョンとか選べるっていうことは昔の方が良かったと思ってる人が多いからそっち側にすり寄ってるんだと思うもん。そうじゃないと売れないってことでしょ。ありがとう、のんちゃん。フルボイス対応は俺も賛成かな。うん。フルボイス対応に関しては賛成。うん。ああ、リステリンの白さ、今日買ってきたんだけど、だいぶ歯が白くなってきたよ。続けてみるもんだね。リステリンのホワイトニング効いてきた。で、八重歯がね、なかなか白くなんないね。多分磨き残しが多いんだろうね。あの、平面の歯は白くなってくんだけど、湾曲してるじゃん、八重歯って。八重歯だけね、ちょっと黄ばんじゃうんだよね。なんか西洋人は歯が汚いっていうのはあの貧困の象徴なんだって。だから家庭用のホワイトニングとかがすごい進んでるのだって。アメリカとかだと歯が綺麗っていうのは大事なことだよね。まあ人様に見てもらってなんぼだね、あれしてるから。新しいさ、